します。ねえ、こちら。ねえ、はい。キリン田村のって言っていきなりラムシゲン出てくるんですよね。申し訳ないですよ、ほんま。一応、ね、MC をさせていただいておりますので、はい、はい、さあ番組タイトルにもついているのですけども、早速この方に登場してもらいましょう。それではキリン田村さんです。どうぞー。どうぞ。よっしゃー。元気。元気。やったるで。やったるで。キリン田村です。お願いします。3期生の皆さんとの授業を通してできた企画ということなんですよね。そうです、まず打ち合わせの授業をやって、はい、企画を出してもらって、はい、その中で採用されたものをみんなでより精査して面白いものに仕上げてやってみようという。あ、すごい。そうなんですか。そうなんですよ。いっぱいある中で選ばれたものが集まってる。そうなんですよ。じゃあ、はい、オープニング VTR でなんか必要以上にこねくり回されてたのかな。そうなんです。あれも田村さんの多分だからあれも一回この授業の打ち合わせをしたから、はい、親近感湧いたんでしょうね。もういじってもいいっていうジャッジが降りたんですよね。完全になんかごぼうみたいな感じ。みんないい感じの民族衣装なのに俺だけやっぱ原始的やったもんね。ちょっとね、色が黄色が違いましたもんね。はい、オープニング V でしたね。ありがとうございます。ありがとうございます。ただ心配なのは、はい、誰が見てくれてんのかなっていう心配だけは。確かに。みんなの保護者しか見えへんのじゃん。43期生の保護者の方以外にも、それやっぱ来年から NSC ビジネスコース入ろうと思ってる方とか、それこそ田村さんのファンとかが見てはるかもしれない。いけるか。そんなん言うねん。いけないんすか。ここ探してもらえへんわ。そんなことないでしょ。日本中探してるわ。すごい。21年間。すごい、全然おらへん。キリンのファンやっとおったもんだ。全員川島やないか。悲しい。悲しいわ。すごい悲しい。やでもたくさんの方見てはると思います。わかりました。頑張ります。お願いします。お願いします。はい。はい。今回はね、3人だけではございません。なんと、若手2組にも来てもらっていますので、はい、ちょっと自己紹介がてらね、ちょっと田村さんが知らない若手かもしれませんので、ネタっぽいところをちょっと見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。まず、1組目はこちらです。どうぞー。はい、どうもと思った方は
木澤さんですよ。合ってました。やばいな。さあ、田村さん、はい、この二人はご存知ですか？全然知らないですね。あと、知りたくなかったですできれば。そうですね。あのちなみに田村さん、木澤さんまでが芸名なんで、さん付けでお願いします。先輩やさんだって。だいぶ嫌いや。今日はこの6人で、わかりました、楽しいことやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ぜひ。さて、この番組はですね、世界の遊び研究所ということで、はい、世界のさまざまな地域の遊びを研究員として NSC ビジネスコース生がアレンジをしてくれました。楽しいかどうか我々が遊んでみて、実験していくという企画でございます。なるほど。改めてこっちから見たら絵面えぐい。こっちから見たらラグビーノーズとか呼んでました。ラグビーノーズとかサラとか欲しかったです。若手芸人ですよ。確かにえぐい。そうやな、それぞれやっぱこの民度が低いよね。俺も含めてね。
あいつ絶対忘れへんからな。困った、困ったのこと一緒、困ったのこと一緒忘れへんからな。あ、優勝カップか。それではモノボケお願いします。アイムジャガイモチャンピオン。さあどうしましょう。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 芸歴4年目でも会場が熱々じゃないことは分かんない。それだけは、はい。だから言うたやろ、絶対滑る。嫌な予感しかなかった。こいつ嫌なやつや。何が悪いの。いや、俺で見えたぞ。こう迎えてる時に田村さんが、お前モノボケ難しいやろ、俺に任せとけってウィンクさんで。マジで優しい。頼む。してない、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 してない。そんな頼りになる先輩ちゃんと。そんなことないですよ。でもこれあの、OK もダメもないんですよ。モノボケしておしまいなんで。ホットポテトゲームです。よーい、スタート。これはうわー。
これ。え、もうバレた、戦闘能力バレた、バレた、回してよ、ほんと、ほんまごめん、審判ほんまごめん、何がついてんの何そんなことがあったモノタスのセコイで、モノタスのずるいからこれ何ついてたよ、これ何ですかメーカー格スペーステープが誰かつけました、こっち。違う、あんなに押し付けられてどうやった。ほんまに焦りました。心から。心から。ほんまに嫌だったからね。お前、逃げんのあかんで。じゃあ、暑いからです。いや、暑ないわ。暑いってね、持ち合ってる時間。あれ、何度も話さず。お水の後に。運動会の競技みたいな。ね、鳴らす人もなんか待ってたでしょ。これ、めちゃくちゃ転がしてたもんな。いや、全員が柴田の時止まれ。今、ここ一つになりました。嫌なスタッフですわ。さあ、ということで以上ホットポテトゲームでした。さて、続いてのね、ゲームもありたいんですけど、あの、楽しむだけはやめてください。ちゃんとみんなで笑いにつなげないと。お遊戯会でしょ、完全に。すいませんでした。本当にね、あの、プロの意識を無邪気に上回るそれぐらい楽しい。それぐらいいい企画でした、本当は。企画はいいけど、ちゃんとおもろくしてください。楽しむだけなしですから。分かりました、分かりました。じゃあ、続いてのゲームに参りたいと思います。続いてのゲームはこちら。水と木と土。おお、やっと揃った。やっと揃った。火しか持ってなかったから。ちょっと話した。何の話してるの？カードゲームかな。これちょうど僕が焼き肉曜日ですね。水木土。いや、水木土じゃねえ。水と木と土やから。これ曜日じゃないですか。下積みだけ。さあ、こちらイギリスのゲームとなっておりますので、研究員の方説明の方お願いします。お願いします。はい。研究員の川上です。水と木と土はイギリスの遊びです。もともとのルールは、みんなで円になり、一人が指示役となって、みんなにボールをパスしていきます。なるほど。その際に、指示役の人は、水、木、土のどれかを言ってボールを投げます。うん、土なら陸上の生物、木なら植物、水なら魚の名前を答えて、指示役の人にボールを返すというルール。名前を言って返す。なるほど。はい、なるほど。これはもともとあるイギリスのゲームです。はいはいはい。ここにアレンジがどんなこうあったんでしょうか。基本のルールはそのままで、答える側に条件も加えたので、その条件に従って答えていただきます。なるほど。はい。制限時間60秒で、それを3回行っていただきます。はい。条件に従ってゲームが成立していたかどうかは、MC の目村さんの独断と偏見で判断してください。はい。そんな信用あるんですか？それはもう MC ですから。絶大な信用。何かあったんですか？何にもないよ。43人いかへんで。何期やったら行くんですか？何期やったら行くんですか？何期からやったら。せめて2期以内。そんなルールじゃない。行くとしたらよ。そんな暗黙のルールないから。すみません、ごめんなさいね。消せような2期以内。さあ、ということで、今からね、このオリジナルのゲームやっていただきます。はい、まあ、水って言われたら、お魚の名前ね。木って言われたら植物の名前で、土と言われたら陸上にいる動物の名前と、はい、いうことでございます。条件は直前に僕が発表するので、はい、基本はオリジナルルールのままというのでございますので、それでは、条件を、後で発表しますね。それではスタンバイの方お願いします。さあ、ということで、はい、ボールを投げるのは今回はソラさんにお願いしたいと思います。ややこしないですかね、その木、水、空の時、鳥の名前とかないねん。水と木と土ですね。そうそう、確かにややこしいな、それで言うたら。これでちゃんとそれを言われたら返してください。はい、では、はい、条件を発表したいと思います。はい、条件は、徐々にハイテンションにお願いします。それでは、制限時間60秒、よーい、スタート。土。土。ラクダ。あ、テンションこういうことですね。まだそう。木しいたけ。しいたけ、ちょっと上がったかな。ちょっと上がりました。木、あ、木、2回来た。ラムレシア。あ、いい。水。水。アッチ。え、アジ。水、アジ。アジね。
の時、二人笑ってくれてましたよ。え親戚、こっち向きでやったんですよ、俺。やるな、あっち向いて。あっち向きで。味方を見つける味方を。もう笑わないでください。でもね、でも田村さんのラフレシアも全然笑ってない。どんなんでしたっけ、ラフレシア。ラフレシア。激ヤバですよ。師匠のギャグ。激ヤバです。何代だからええねんだよ、ね、俺の本気の笑い取りってわけちゃうから、ね、テンションが上がってるわ。タコやタコ、最後のタコ。タコは水でしょ。そこじゃテンション上がってないよ。タコーって行きましたよ。そんなお前のタコの前覚えてる。覚えてる。ちちぎったやろ。ちちちちちぎった。笑ってる笑ってる笑ってるぞ。もうやめてるぞ。笑ってるぞ。腹抱えて笑ってますわ。笑ってるな。笑ってる笑ってる。笑うなって言ってんの。さあ、あと地味に赤い松って。そうそう、あれ赤い松って何？赤いの何なんですか？もう何なの？あ、ちょっとなんかまだランドセル引っ張ってる感。赤いランドセル。赤でいっぱいだったのね。こびりついてる。さあ、こういう感じでやっていきたいと思いますので、はい、続いては、ボール投げる人を変えますね。はい、あ、ここが変わるんですね。はい、じゃあちょっとそらさんが変わってもらって、はい、これやったらどうしようも、あれでもいいですけどね、梅村さんでもいいですかね。あ、なるほど、僕が持って、あ、なるほど、いいですか。全プレイヤーで、全プレイヤーで、全プレイヤーで、いいですね。じゃあそらさんは、こっち側で、どう考えても邪魔やろ。そこではない、そこではないですよ。ちょっとどこが分かる。決められてない時があるとき、慌てすぎやろ。指示がないで動けない。あれからラフジゲーさんの番組全部台本あると思われるから。台本に書いてなかったんです。大人としてな、対応力ないのにダサい。ちゃんと指示ください。ダサい。ちゃんと柴田の隣とかね。はい、まあ、奏者の隣ちょっと広めで。あ、なんでそこまで言われて。はいはい、ずっとって。次はちゃんと成立させてくださいね。わかりました。テンション上げていけよ。頼む。指摘してましたけど、たくさん。ほんまは？マックスのテンションが低すぎる。いや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 。じゃあ続いての条件に参りたいと思います。はい、続いての条件はどんどんセクシーにしていってください。なるほど。それでは参りましょう。よいスタート。どんどん。水、寒い冬の夜、はい、ずっと土、ラフレシア。セクシー。
かダメですか。おさんまマジの下ネタやつ。続いてラストの、ね、条件に参りましょう、はい、ラストはちょっとマジで成立させてください。頑張ろう。これマジで、はい、モチーワークもできてるのも未来の子供たちのために頑張ります。はい、はい、それでは参りましょう。3回目の条件はどんどんヤンキーにしていってください。それでは行きましょう。お願いします。水マジいいな。土鳥結構いたよ。木レフレシエ多いな。レフレシエ多い。木アーチュリップ。いいですね。カンブリカンブリ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 カンブリ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 笑うなよ。プチプチね。おいほらおい出せた言えよモロモロなってくる。おいモロを言え。お前さっきからモロを言え。ほら弱いほらゲームは、まずバラバラになっているペンを床に敷くので、
ろ向きの状態で手を入れていただきます、はい、なるほど。一番早く手を入れることのできた人が勝利となります。なるほど。こちら3人3人で分けて予選2試合を行っていただきます。勝ち残った2人で決勝戦を行ってもらいます。はい、ということです。その予選の組み合わせが、はい、組み合わせ決まってるんです。こうなっております。はい、対戦カード、第1試合はソラさん、コバタさん、それからコバタくん、シミちゃむ、はい、第2試合が田村さん、柴田、木澤さん、はい、あ、はい、対戦したいと思います、はい、これで以上ですね。はい、宣言からは以上となります。ありがとうございます。ありがとうございます。でも最初バラバラになってるペンをこうつけて、はい、でこう缶に入れて誰が一番最初に入るかな、はい、一回区役所まで行かんでいいですか。行かない時間かかるよ。あ、なんあ、なん奇跡見たことない。奇跡 OK でございますね。それではスタンバイの方お願いします。さあ、ということで第1試合に参りたいと思います。スタンバイよろしいでしょうか。はい、はい、ね、このメンバーでいきます。で、組み立てて先に1人入れた方が勝ちになりますから、ここにね、はい、はい、それでは参りましょう、はい、ロンバムマスカンペンシルカン、よーい、スタート。よっしゃ、いけ、組み立てて、よし、それで、うわ、これややこしい、結構ややこしい。ペンのね、分解されたペンが。いけたー、はい、いけたー、チャンス、はい、チャンスよ、はい、やばいやばい、惜しい、惜しい、手が来たね、手が来たね。うわ、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 もっと下げて。あー、開いた、終了、終了、終了。ちょっと、ちょっとのペン。これは勝ちでしょ。こんなことある。これはこれで勝ちでしょ。死んでたタンクトップ。関係ない。
かんねん。何してんねん。マジで。あっか。来てた。来てたじゃないねん。うちの柴田だけ全然ボケ思いついてる。何やねん。それも俺やったから。それやってるし。うわやられた。見てたやないねん。見てた。何やこれ。何これ。選んでいいんですよ。いやあったからやない。あれ死んでただけ。やっぱ貧乏やからもったいない。こういうもん。いやじゃあ全部使わんのじゃない。全部使わんのもったいない。でこんだけしても勝ててます。あんだけ金入れたすぎるって何なんこっち。お前何してんねん。バーニングマジでなくなってる。貴重な。ビャー飛んでって。ビャー飛んでって。ほんまにあの安志清さんのメガネメガネの気持ちが。それをメガネ置いてやってた。バネ探しててずっと。なんだもん。どこへよちゃん。どこ行ってんの。じゃあ僕と2つあったんですよこれ。あだから多分あれやろ。伊沢さんのやつ。ああ。バネ。バネ。何してんねん。なんだもん。ちょタンクトップ着てさ。ビーデル。体勢を考えてください。そらさん。
で、ほんまに分からん、こんなんで。田村さん、もう黙々と作業。どこが伝説の決勝戦やねん。じゃあ、早い、早い、ここは見たいから。ほんまに。ここが見たいのよ。お、お、あ、あ、あ、後ろ、後ろじゃないですか、これ。ほら、これ行かへんねん、ここから。グッと押し込んで。サクサクするな。サクサクするな。サクサクするな、そら。これ入らへん。サクサクするな。これ、早く。じゃあ、やり方が分からへん。とにかく作って。ちょっと待って。ペンの形になったらクリアやから。これ、何の時間やねん。おい。はい。
人と、指示役と動く人っていうね、はい、分かれますので、はい、見ましょう、はい、もう誰でもいいですよ。当てたい人いますか？疲れてるやん。ちょっと汗ばんでんねんって言った。声もちっちゃなってるから何考えてんねん。研究員の子があんなあっさり変えることないだったんじゃあそれじゃあ説明終わったからええやん別に。誰もいじれへんから。消化試合感そんなことない。ちゃんと考えた厳選だねゲームでしょ。なるほどね。田村さんも一緒に考えたでしょ。あの最初だけね、はい、内容聞いてませんけども、はい、そう素晴らしいゲームなわけですから。もっと力入れてやってください。誰やるの鬼の役。鬼の人がペンを組み立てるんですよ。あのゲームはもう二度とせえよ。店内あれだけあんなもん超えられるか。さあ誰が鬼役やりますか。当てる人ね。鬼は当てる人。じゃあ鬼いきます。あ、じゃあジェスチャーを当てる人ね、はい、じゃあ指示役は誰いきますか。指示を出す人。指示誰いきましょうか。もう全然誰でもいいですよ。じゃあ行きましょうか。僕は。あ、柴田行く。はい、そうですね。満を持しての行きましょうか。柴田すごい指示出してくれそう。やらせてもらっていいですか。何やろ、何聞いてんねん。ラシジっぽくないけどな。任せられへん。やーろ、お前それでキャスティングされてた。この時は出てくださいね。俺行こうかしら。じゃあそろそろ指示を。なんか頼りたい感じ。じゃあ行きますか。何やろ。何やろ。何期生やろ。じゃあこれでやっていきたいと思います。それではスタンバイの方お願いします。お願いします。さあでは紙の句の方を発表したいと思います。はい、田村さんが当てる人ですよね、はい、でそらさんは指示役ですけども、はい、紙の句はあの見て大丈夫です。見てていいですね。わかりました。紙の句を発表したいと思います、はい、紙の句はこちら。よっ、川で泳ぐと。この中の何かを全員が当てはめられるので指示出しますので、それを田村さんが全部当てられたらクリアという。なるほど、なるほど、なるほど。一回泳ぐというのだけ覚えていただいて、ちょっとまあ耳伏せて、はい、耳と目伏せてちょっと。そんな原始的な感じなの。ちゃうやん、何年もああいうシャカシャカな。ええやんか。ここでちょうど予算尽きたんですよ。違うねん、ペン買ったらなくなったよ。僕が決めていいんですよね、みんなに、はい、何をやらすかみたいな。ちょっと待ってね、田村さん、ほんまにあーって言わなかったんですよ。ほんまにあーって言ってもらって大丈夫。下向いておいてください、はい、鏡とか鏡とか、はい、あ、そうですね。じゃあ誰が誰かみたいなね。川で泳ぐは決まってるから。なるほど、なるほど。ゆりさんが誰でも言わんでも。これを、はい、それを、はい、あ、確かに、はい、あ、いいですね、うん、で、当てられたらクリアですからね。当てられたくないな、はい、そうですよね、当てな。はいはい、ほうほう、なるほど。これね、これ難しそうやな、はい、ほうほう、ほう、はいはい。しみちゃんこれじゃなくていい。これはこれはこれ。何も買ってるだけ、買ってるだけで成立するから。意外と当てさせる、当てさせるっていう意味ではありなのか。そうそう、そうか、確かに。じゃあ僕黒それでしょうか。ああ、なるほどね。裏を書いて、裏書いて、でこれで OK。 あ、わかりました。お前は川で泳ぐ。OK、そういうことですね。さあ、ということで田村さん OK でございます。 OK、聞こえてないですね。聞こえてない、見てないですね、はい、それでは制限時間ございますので、制限時間内に全員の顔で泳ぐ何々を当ててください。この中に絶対それぞれ1人ずつ当てはめていますから。 OK、 それでは参りましょう。よーい、スタート。川で泳ぐお化け。おお、正解。早い、早っ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 、川で泳ぐギャル。おお、早っ、早い、早い、川で泳ぐヤンキー。おお、早い、早い、おてぶさん。おてぶ、おかしい、早すぎる、早すぎる。違う、ほんまに成立させてどうする。ちゃうねん、ちゃうねん、ちゃうねん。なんでわかったんすか。そで喜び方もなんか変やったし、なにそれ。なんでカヌーこいてなんでカヌーこいてるの。立ちこぎカヌーは座ってこくねん。なんでわかった。いやいや、
ヒントがもう早かったから、まあ、なんか最初のこの感じ、髪の毛をかぶせに行ったのが分かってやろうなって。早っ。髪の毛かき上げたらギャルやろうな。早い。で一回こう一瞬だけめっちゃやって一瞬やって、こいつアホやから泳ぐの忘れてヤンキーやから。難しい。難しい。アホや思ってヤンキーや思って。でもしぐちゃんも。しぐちゃんもこれはマジで全く分からへんかって、はい、一番近いやつ選んだ。すげえ。すげえ。これ今10秒ぐらいで全部もう瞬殺やったもんね。じゃあちょっとこれメンバー入れ替えてもう一回やりましょう。天野さん絶対もう当てちゃうもん。絶対強いわこれ。強い。じゃあ続いて、じゃあ当てるの自信あるぞっていうやつ言う。やっていいですか。当てるの。じゃあ柴田ここでな、天野さんバリにバン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 、はい、バンバン一番早く。あ、確かにこれ超えるわ、はい、確かにそうやったらすごいから、はい、あいつメガネかけたけど絶対アホやから。いける気しました。なんでや、会話聞いてたわ。じゃあ指示役はどうする。なるほど、変わろう。ソラさんがね、さっき指示してくれましたけども、じゃあ私は、はい、あ、もしかするとこっちをもっとちゃんとした方がいいかも。なるほど、こっちに引っ張られ続けたかも。こっちはちょっと、うん、だ難しくなるかもよ、うん、いや、それこっちちゃんとした方がいいでしょ、絶対それ。なんでラックしようとしてるの。ほんまに今前からどうしようと思う。変な空気だな、どうしようと思う。自信満々でやってるな。正直そうやな。はい、オーケー。じゃあ、まあテーマだけね、髪の毛見えますから。髪の毛はこちら。素足で真夏のビーチを走る〇〇。ああ。海ですね、なんか水辺多いですね。素足で真夏のビーチを走る〇〇なんで、はい、じゃあちょっと耳と目をね、捨てて、はい、わかりました。下向いておいてください。はい、じゃあしみちゃんの指示だし、しみちゃんも結構かなり大事やで。そうっすよ、これ指示者かなり大事。なるほど。もう分からんような。じゃあこれ、ほう、これ、はい、ほうほう、はいはいはい、これ、おお、これ、おお、これ、うわ、これ、うわ、なるほど。エグい指示者出たわ。しみちゃん、革命家で。ありがとうございます。一番ぽいけどな。やってた。やってた。さあ、どうなるんか。これむずいんちゃう。これ、あんだけ自信があったから、これをパン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 っていけたの。いつだ、すごい。すごい。さあ、はい、オッケー、はい、大丈夫、はい、じゃあもう全員でジェスチャーするから、全員この素足で真夏のビーチを走るのはそのままからね、はい、何をやってるかはそれぞれ当ててください。いきます。それでは参りましょう。よーい、スタート。あ、これ、あ、おかん、おかん、そらさん、おかん、はい、オッケー。え、正解じゃないの。正解、オッケー。え、走ってるだけやん。続いて30秒前。あ、これなんか足ってことは、はい、そして真夏のビーチ走る。じゃあ一回ソラさんやめて。ソラさんやめて。もうガチャガチャするから。一回ソラさんどいて。お前は動かんでるから走ってるわけよ。ソラさん止まって。ソラさんどっか行って。いや10秒前、早くギャルギャル、浜田さんギャル。違います。え、みんなどんな格好してる。みんなもっと全体見て。おかんや、全員おかん。
これ聞いてていいよ。ゲームの中でやってたけど、はい、関係なく単品でここで普通にやってたんですよ。
はい、自分で自分タイミングで取れたか取れたか OK と思ったら閉めて。ちょ、